学知科を書こうと思ってたことが避けなくて愛知大学3年の加藤七美さん現在およそ15社の企業にエントリーし就活真っ只中直面する悩みは学知科問題学知科とは学生時代に力を入れたことの略称で2014年頃から使われ出した就活用語 大手就職情報会社、ディスコによると去年11月、全国1000人余りの就活生に調査したところ、学地化の内容に困りそうだと答えた学生はおよそ半数に上ったということです。加藤さんは 計画していた上海留学もなくなり。自己 P. R. するものがないと悩んでいます。目指しているのは医薬品関連会社への就職です。そのわけは。加藤さんは中学三年間。自律神経の乱れから。朝起きたときに吐き気やめまいに襲われる。 規律性調節障害に悩み続けましたところがある飲み薬と出会い徐々に回復その薬がなきゃもう症状も良くなってなかったと思うので今度は私が届ける立場になりたいではこのコロナ禍で企業に提出するためのエントリーシートをどう書けばいいのでしょうか 学生時代頑張った経験っていうのは、大学の時もありますし、大学以外のケースもあると思うんですね。自自分自身が一方、就職支援事業を行う会社は、採用する側について。大学時代に無理くりっていうことじゃなくてもいいよとか、勉強の話でもいいよとか、企業さんの方ももとこと気をつけてるっていう感じはありますので。 自分は企業のことこれだけ調べましたよという熱意が伝わればいいかなと思ってますのでこちらは愛知大学3年の新見俊也さん新見さんも留学が中止になり学知科として PR するのは高校時代のことと決めました今の自分を表すには一番大学時代のことがいいんですけどその大学時代の材料っていうものが 少ないので高校時代は毎日深夜1時まで素振り手に血まめができるほど打ち込んだもののレギュラーにはなれませんでしたしかしチームでは声のエースと呼ばれムードメーカーとして頼られる存在でしたこの誇りを胸に就活用に初めて買ったネクタイを締め昨日企業面接に。 第一志望の企業であるので、本当に緊張しています。面接を終えた新人さん、うまくいったのでしょうか。ちょっと緊張しましたが、まあ。まあ、でも、自分のことを表せれたのかなって思ってます。人事の方も野球に興味があったので。大学のことは逆にまだ聞かれなかったですね。いい結果になるといいです。 面接結果は来月7日に通知されるとのこと。コロナに翻弄され続けた大学生の皆さんに輝かしい未来が開けることを願っています。